本伏せ中に注意すること。最後の5つ目はカビなどの害菌です。大前提として椎茸の発生量は原木の中にどれだけ菌を多く伸ばすことができるかにかかっています。椎茸菌が完全に占領した木を丸穂だと言います。この丸穂だと 50% しか占領してない木を比べると椎茸の発生量は数倍違うんですよ。半分じゃないんですよ。これは養分が少ないのと同時に木の水が抜けにくいことも相まって椎茸菌が疲れてきちゃうんですよ。なので害菌が入るとまずい状態であると言います。前回解説したトリコデルマ菌は中高温で多湿の環境が発生条件でしたよね。それと黒コブタケという害菌は椎茸菌のように木の中に伸びていきます。なので実質この黒コブタケとどれだけ早く木を占領するかという話になっています。まあ全て完璧というのは無理なので平均して8割ほど占領できたら OK とか妥協が必要です。トリコデルマ菌と黒コブタケは1年目から現れますが2年目以降から出てくる菌もあります。それが紫ホコリカビ、ドーム、ラクテア。紫ホコリカビは名前の通りホコリのように胞子を飛ばして増えていきます。この富士壺状のやつがそうです。主にダメになった穴に寄生して増えていきます。次のドームは私たちが勝手につけた名前なんですがオレンジ色か白色のドーム状になった害菌です。これもつつくと破れて胞子が飛び出します。本当の名前を知っている方はぜひコメント欄で教えてください。いずれの菌も離れたところで洗い飛ばすかバーナーで燃やすかすると消えていきますが、他に移るリスクもあるのでそーっと運んで処分した方が無難だと思います。最後にラクテアですが、実は私たちのところではうわラクテアだというようなことはありません。ラクテアっぽいなーっていうのはあるんですがいまいちよく分かってないのが現状なんですよ。白トリコとも呼ばれていてトリコデルマ菌同様に椎茸菌を殺傷しながら伸びていくそうです。なので見つけたらその木は諦めて焼却処分をしましょう。今一度復習をしていきます。一つ目は梅雨。外で管理している原木を長雨に当てっぱなしだと椎茸菌が溺れてしまいます。遮光ネットで防いだり工夫をしましょう。